安藤博康11月22日隊は、日本の外交官、外務省中東アフリカ局局長、イタリア中殺特命全権大使、独立行政法人国際交流基金理事長などを、歴任した。1944年生まれ、神奈川県出身。東京大学文学部在学中の1969年8月に、外務公務員上級試験に合格し、 翌1970年の大学卒業とともに、外務省に入省した。2011年3月20日、ローマ市長、ジャンニ・アレマンノと外務省では、本省にて、アジア局南東アジア第二課と、大臣官房在外交官課の課長を経て、大臣官房外務参事官、大臣官房審議官などを歴任した。2002年には、中東アフリカ局の局長に就任した。 在外交官では、在連合王国大使館の参事官、在アメリカ合衆国大使館の講師や、特命全権講師などを務めた。2003年には、在ニューヨーク総領事館の総領事に就任した。また、他省庁においては、内閣官房での勤務経験を持ち、橋本政権下で内閣総理大臣秘書官を務め、小泉政権下で内閣官房副長官法を務めた。 2008年、イタリア中殺特命全権大使に就任した。2009年、ローマで開催された、先進7カ国財務大臣、中央銀行総裁会議に出席した、中川翔一が、盲ろ会見を引き起こした直後、バチカン美術館でもトラブルを起こしているが、この時に、バチカン中殺特命全権大使の上の慶分財務省国際局局長の玉木林太郎らともに、 随行していた。2011年にイタリア中殺特命全権大使を退任し、後任にはロシア連邦中殺特命全権大使を務めていた河野正春がついた。同年10月1日付で国際交流基金の理事長に就任した。2011年4月6日、アブルッツォ議会議長、ナザリオ・パガーノと、ありがとうございます。